時間を忘れてしまうほど私たちを夢中にさせてくれるゲームの世界と、そこに聞こえてくる美しいメロディーの数々。この番組では今も記憶に残り続けるゲーム音楽の中から、音楽のスペシャリストがよりすぐりの名曲をピックアップ、楽曲に隠された思いを紐解きます。ゲストは音楽シーンで絶大な人気を誇る天才ピアニスト清塚信也さん。愛するゲームへの熱い思いと、この番組だけの特別な生演奏であの名シーンがよみがえります。ピアニスト清塚信也が奏でるゲーム音楽の世界。皆さんこんにちは。今回番組の司会を務めさせていただきます平岩浩介と申します。この番組ではゲームの世界を彩るゲーム音楽をテーマにしたり、作品の思い出をトークしたり、楽曲の音楽的要素を紐解いていく番組となっています。もちろん生演奏もたっぷりとお届けしてまいります。本日の主人公はこの方です。どうも、ピアニストの清塚信也です。本日の主人公は作曲家でピアニストの清塚信也さん。コンサートやドラマ、映画音楽の作曲で多忙を極める一方、バラエティ番組でも幅広く才能を発揮。そして誰にも負けないほどの大のゲーム好き。ゲーム歴は20数年。今日はそんな清塚さんが愛してやまないゲーム音楽を徹底分析していきます。よろしくお願いいたします、はい、いや清塚さん、本当にお会いするのを楽しみにしておりました。私こそもうね、すごい見てるんですよ。本当ですか？やばい、才能の無駄遣いがいやいやいや過ぎるよ。それはもうね、清塚さんこそと言いたいんですけどまあでも本当に楽しみにしておりました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お互いゲーム好きとして今日は仲良くやりましょう。ちょっと本番前のリハーサルでピアノで、まあ、練習なのか音合わせなのか私分からなかったんですけど、サウンドチェック、はい、弾いてらっしゃったじゃないですか、はい、もうちょっと鳥肌が。そうでしょ。いやね、ゲームの音楽が生演奏になるとき絶対感動するんですよ。これ生演奏の本当に雰囲気違いますね。本当違うんです、まあまあ、音楽があってこそのゲームなんですけど、はい、それがこう生きた生演奏になるとき、あ、音楽って改めてこんなにいいんだっていうのを改めてね、音楽の良さ、ゲームの良さ、どっちも感じることで感動するんですよ。今日たくさんね、生演奏していただけるということで本当に楽しみにしております。頑張ります。清塚さんといえば本当に相当なゲーム好きと伺っているんですが、はい、そうですね、はい、まあ、最近では練習、ピアノの練習よりゲームの方が長くなってきましたね。それはどうなんですかねどうリアクション取ればいいのか分からないところもありますけども、はい、やっぱゲームとのその付き合い、出会いというのは長いんですか？長いです。もう、まあ、私すごくクラシックルーツで厳しく育てられたんで、ゲームやっちゃダメって言われてたんですけど、もうそれでも隠れて、やって、勝ち取って、人生今すごくゲームができるっていう風になったということで、でもゲームって本当に真剣にやると物語、映像、それから音楽、得るものがすごく多いんですよ。私の音楽性もたくさん、もう名だたる素晴らしい、スクエニでね、言えば植松さんもそうだし、下村陽子さんもそうだし、伊藤健さんもそうだし、みんな私の音楽にたくさんの成分をくれた方々です。なんか一つ共通点で言うと、私も実は中学受験が終わるまで家にこうゲームを買ってもらえないという、祖父母の家にはあったんですけど自宅にはなかったんですよね、で当時もう本当にそれこそ FF7 が出たり8が出たり、ドラクエも全盛期のすごくこうゲームブームの中で家になくて、やっぱその渇きみたいのがもう今になっても飢えてるんですよね。わかる、満たされないね。それありません？あります、あります。こんなにやってもまだゲーム欲しいのかって思うことすごいあるもん。だからやっぱちょっと境遇が似てる。そうやって、ゲームに乾いてようやく大人で手にするとこういう風になっちゃうね。こじれますね簡単に言うとこじれてしまいますねただね、もう今日はそこをしっかりとたくさんね、ゲームと音楽というところをたくさんいいところ見せていただければ。で、あれでしょ、平岩さんも、はい、曲穴から e スポーツ実況者、これ e スポーツ実況者っていう名前がもうできたのかな。そうですね、アナウンサーからなったのは私が日本では僭越ながら初めてだったんですけれども。いや、そうでしょ、におなりなられて、はい、そうですね、最近大活躍、まあ、いやもうなんか本当に、まあ、野球とかサッカーをこう実況してたんですけども、休みの日にはやっぱりもうずっとゲームをしていて、でちょっと e スポーツが流行るかなっていうタイミングで、あ、これはもしかしたらゲームの実況でご飯を食べてことができるかもしれないと思って、うわ、もうそれいても立ってもいられなくて、勢い余って退社をしてしまうという、すごいね。もう
お年若いのにすでにセカンドキャリアで成功なさって、まあこれからちょっと本当に頑張っていかなければいけないなと思ってますけど。いやでも RPG のより前職をちゃんと生かしてさ転職しましたね、うん、ダーマの神殿で絶対真似したでしょ。いや、ね、まあそろそろねちょっとこう上級職みたいに思ってたけど今賢者になりたいですねちょっとバギークロスでもね使いたいところですけれどもということでね、清塚さんも、はい、本当にゲームがお好きだということが分かったところで、スクエニ作品がねお好きで、はい、特に今日はお気に入りの3作品、はい、その、ゲーム音楽という観点で、語っていただければ、そして演奏していただければと思うんですけれども、はい、今回は、清塚信也が選ぶ音楽が最高なスクエニ作品3選と題して皆さんにゲーム音楽の魅力を余すところなくお届けしてまいりたいと思います。それではその3つの中まず1つ目のタイトルお願いいたします。はい、最初はファイナルファンタジー7でございます。プレイステーション用ソフトとして1997年に発売されたファイナルファンタジー7、シリーズ初の 3D グラフィックを使用し新たな可能性を見出したこの作品はなんと全世界で1280万本以上の売り上げを記録、RPG の最高傑作の一つとしてその名を刻みました。そして2020年にはリメイク版が発売、世代を超えた名作として数々の名場面がアップデートされよみがえりました。今回は清塚さんの思い出とともにファイナルファンタジー7の楽曲の秘密に迫ります。来ましたね。もうね、まあこれはもう今更私が言わなくてもってとこあるんですけど、はい、でもこの音楽にこう注目して、いかにこの音楽がこのまあリメイクに至るまでこのセブンの世界を盛り上げてくれていたか、支えてくれていたかっていうのはもう今日知ってほしいなと思っております。タイミング的に今年はやっぱり FF7 はリメイクがね、うん、年明けに出まして、すごかったね。はい、いやそれこそあの時代ちょうどあの我々なんか中学生とかさ、小学生とかそれぐらいの時にやって、はい、その経験をしてまたリメイクをして今回知ったっていうのはなんかこう人生良かったなっていう、なんか生きてて良かったこの時代にっていうのはあったね。そうですね、両方やっぱ昔も原作も経験してるからこそのポイントもね、そう、それもあるし、たくさんありましたし、ね、もちろんリメイクからやってる方これまた羨ましいよね。いや羨ましいですね。今の中学生リメイクからあのセブンを体感できるんだよ、はい、うーん、すごいことでしょ。あとゲームの進化もね驚きましたけどね。やばかったですね、はい、映像だけじゃない音もすごかったですよ今回。そうなんですよね、まあ、グラフィックもね本当に特にすごかったんですけど、私ちょっとあまりにテンション上がりすぎて、実は FF7 のリメイクでニュースを作ってしまいまして。ニュースを作った、はい、あ、いつものあのゲートか。実はあのゲート見たことありますよ。あ、本当ですか。はい、ちょっと勢いを持ってこれはたくさんの人に見ていただきたいと思って、あのちょっとニュース風にゲームをこう原稿を読んでるみたいな感じで読むやつでしょ。あのそうなんですよ、ちょっとミッドガルのアナウンサーになった気分でこんなもの作ってみたんで、ちょっと僭越ながらご覧ください。昨夜未明、神羅電機動力株式会社の一番魔航路で大きな爆発がありました。これにより一番魔航路の発電は完全に停止しています。これによる停電は一時的なものであるとしながらも、魔鋼の流出による小規模あるいは中規模の爆発が街では相次いでいて、火災など消火活動が間に合っていない状況です。こんな感じであのね、あの昔と違ってもう実写かどうか分かんないぐらい今映像が発達しているから本当のニュースだと思ってクレーム来る。魔鋼路があってね、爆発してないじゃないかっていう、なんかが爆発したのみたいな、なんかそれがでもちょっとなんか狙いでもあるというか。なるほど。なんかやっぱ現実世界に生きてるとこう疲れるじゃないですか。わかる。満員電車に揺られて仕事行ってっていうところがちょっとこうなんかリアルと異世界をこう混同させたような何かを作りたいなっていうので今こんなものを作って、やっぱりアバターとしてゲームの世界に本当に住める、ゲームの中で生きれる、これがこのリアリティが生んだ新たなエンターテインメントですから、それを助長してるわけだ。助長してますね。もうどっぷり使っていただきたいなというので。すごいね。でもやっぱり読みはプロフェッショナルですね。いやいや、もうさすが。そこはあの、そこはプロフェッショナル、確かにそうなんで。いいですね。はい、もう完璧に無駄遣いはね。最高。アナウンサーの力を無駄遣いしておりますけれども。ということで FF7 のお話を伺っていきたいんですけれども、はい、清塚さん、 FF7 リメイクプレイされていかがでしたか。いやー、何から話そうかって感じですけどね。まあやっぱり今日はまあ音楽っていうことでね、
音楽のこと中心にお話ししたいんですけど、音楽の進化もすごかった。あ、そうですか。はい、やっぱりその前のねリメイクじゃない時は打ち込みとか、まあ、いわゆるコンピューターの音で、それでも当時はすごかったんですよ。いい音だったんだけど、それが本当生音に変わったりして、でまあ今の打ち込みはまたすごい多彩な音するし、それとミックスされたり、そしてアレンジ、はい、このね、音だけじゃないよ、このアレンジ、作曲家がアレンジしたこれもまたすごくて、ですごい哲学的に、あの文学的にと申しましょうかね、あの各キャラクターのテーマがあるでしょ、はい、そういうのがいろんなところで比喩するかのごとく混ざってきたりするんですよ。ああ、なるほど。ある時はメインテーマとエアリスのが混ざってたり、それをね多分ねなんか効果的にはちゃんと捉えていなくても、どっかでその香りがフッとするみたいにエアリスを思い浮かべたり、多分ねみんなプレイしながらしちゃってたんだと思うんだよね。もうそういうところまで細かいとこまでやってくる、この制作人はちょっと憎いねすごいなと思った。我々はやっぱりなんか本当にこう自然に聴いてて、それこそなんかそのエアリスの一瞬の記憶が蘇ってきたりする音楽の多分力を恩恵を受けてるんですけど、清塚さんってやっぱプレイされてて、まあ、ストーリーもあるしグラフィックもあるし戦闘とかもある中で、やっぱ音楽っていうのは常にこう気になってプレイするもんなんですか。もちろん、まあ、映画見てる時もそうだし、はい、とにかく音楽が流れてる時っていうのはもう音楽にもう最初は取られちゃって耳が、もうそれであここでこういうの当ててくるのかとか、あこここうやって演奏するのかバイオリンとか、まあ、それがね今回はやっぱりリメイクの楽しみとして、前回ああだったのがこういう使われ方するのかっていうのもあったし、いやすごい音質にも相当録音状態にもこだわったっていうのが分かりましたね。綺麗な音でしたし。あ、そうですか。ゲームのところなんかはどうでしたか。ゲームね、ゲームに関してはあの今回ほら武器を育てていくっていうこともあったでしょ、はい、それからあの、何君だっけ、ほらあの召喚獣とさ戦わせてくれる子供いたでしょ、はいはい、あれとかもまたあのオープンワールドの中で FF7 ができる、うん、この世界観が我々にとってはもうちょっとよだれもんでしたよね。そうですよね、本当に素晴らしいリメイクで、あった FF7 なんですけれども、今日はそのファイナルファンタジー7の中から何曲か選んでいただいて楽曲の解説や分析をしてくださるとのことなんですが、まず最初の曲はどんな曲になるんでしょうか、はい、まずはね最初はファイナルファンタジー7メインテーマ。メインテーマ来ましたね、はい、そうなんですよ。これねメインテーマってさ、クリスタルのあのタカタタタタタタタンっていうのとよく間違えられるんだけど、はい、ファイナルファンタジー7のテーマはあのこれじゃないから、はい、あのタラララランって曲だからね、はい、ちょっと口で言うのもなんだから、はい、移動して鍵盤があるところで説明してもよろしい。もちろんでございます。じゃあこちらにちょっと行きましょう。豪華な解説でそれでは最初の1曲目ファイナルファンタジー7のメインテーマなんですが、どんな特徴の曲になるんですか。はい、これね、モチーフというかこの曲のメロディーはで、まあこれよく覚えてるでしょこの曲、はい、ね、ワールドマップでねプレイステーションが流れてるところですね。そうで、このねこれミファソレドって言ってるんですけど、これねミファソって音階上にこうやって隣同士でだんだんに言ってるでしょ、はい、ミファソってで上がってレまで5つ音あるんだけど、はい、5つ上がってまたレドって続いてるのが下がってくる、はい、これを線で書くとミファソレドってこう放物線のように、はい、すごい滑らかで、でそれでいて緩やかに降りてくるっていうのが、もう山の形とか、それから丘の形とかで、何よりも地平線とか、はい、広いものを表すっていうのに最高のこの音形をしているんですね。そしてもう一つは、これに和音っていうのがつくんですけど、はい、和音はメロディーにつく色みたいなもんです。どんな色をした曲かというと、一つ目の和音が明るい和音、はい、で登ったところに来る和音が悲しい和音、これが続いてあるんです。実はねこの明るい和音と、暗い和音、これを一つのメロディーにうまくこうねさりげなく交互に入れてくるのって植松節なんですよ。へー、ちょっとじゃあ FF7 で言うとその
楽しいところと悲しい部分がこう両方入り混ざってるような。そうなんです。そしてこれまあリメイクの前の時はこの曲があのちゃんとこう聴けるのってフィールドにあの出た時なんですよ。あの時にフィールドでこうガッと、はい、あの時世界がドーッと広がったでしょ、はい、この曲がただでさえメロディーがこう放物線を描くようになだらかで大きなものを表して、でそしてやっぱりクラウドたちの旅は楽しいことばかりではない、ね、これから戦いに行く、で先は不安ばかり、その中でしかしこの開放感広がり、そしてあの時我々びっくりしたでしょ、あの綺麗な映像に、はい、でさらに今もまたみんなびっくりしてると思うんです、うん、でネタバレしちゃいけないからさ今、今回のリメイクのね1はここまでだったよとか言えないんだけど言いたいです ね言いたいでしょ、その話をしたいですね。また多分びっくりするんだ、はい、この映像に広がった世界が、はい、このフィールドが広がった時に、これからの先行き不安もあり、でも仲間もいい、希望もあり勇気もあり、それが明るい和音、悲しい和音、入り乱れている、だ全てここに集約されてるんですよ。これそのワンフレーズとか今もう音で言ったらその4つのとこだけですもんね。そうですよ、それだけ詰まってるわけですか。そうなんです、上松さんのメロディーには隙がないんですよ。もう全てそういうのを、でも作曲者にこれを言ったらもしかしたらそんなこと考えてないと言うかもしれないですよ。でも大事なのはインスピレーションで何も考えてなくたってそういうのを出しちゃうその表現力、やっぱりレジェンドですね。いやこのね、この数少ないところでこれだけもう詰まってる清塚さんの思いもあるわけですね。はい、いやちょっともう待ちきれないので、はい、実際に全て演奏していただければと思うのですが。演奏しますか、はい、今度にします。いやいやいや、ちょっともうぜひぜひぜひ、ここまでもう聞かせていただいて止められたらもう我慢できなくなってしまうんでそれでは今日はこの番組でしか聞けない清塚さんのスペシャルな演奏でお届けしてまいります。1曲目はファイナルファンタジー7からファイナルファンタジー7のメインテーマです。どうぞ。
これからいろんなまた話が伺えるような、今日の冒険が始まるような最初のファイナルファンタジー7メインテーマからお聞きいただきました。さあ、ファイナルファンタジー7といえば2大ヒロイン、ティファとエアリスが登場するわけですが、はい、よくまあ論争になるのがどちら派なのかというねお話があるんですが、ちなみにどちらですか、平山さん。いや、私は原作の方はもうエアリスだったんですけど、グラフィックが変わってもう完全にティファに心を奪われました。いや、一緒のパターンだわというか、はい、あの絵もそうなんですけど、キャラクター性というかパーソナリティも含めてリメイクの方が、あのティファのキャラクターよく分かったよね。非常になんかこう可愛らしく見えて素敵でした ね。わあ、分かるわ。本当あのダブルヒロインって感じになりましたね。ありましたよ ね、 本当に。いや、すごかったな。なんかティファの存在感がすごく増したような印象でしたね、うん、そういう方多いと思いますよ。そうです、ね、私の周りも多いです。そうですよ、ね、あの聞いてもいないのに、いやティファ派だなとか言ってくるその友達すごい嫌だったね何も言ってないのに聞いてきてまあそういうね、2大ヒロインがいるということなんですけれども、はい、曲としても2人にこう合ったテーマソングが用意されておりますが、そうですね、これあのもちろんあの初代の時から、昔の時からあるテーマなんですけど、ティファのテーマ、エアリスのテーマ、まあ、あのお好きな方も多いと思うんです、どっちの曲も、はい、でこれもまたね、あの上松さんの天才的なキャラクター像が反映したメロディーラインになってるんですよ。これがね、ちょっと解説させてもらいますね。はい、お願いいたします。まずティファのテーマがこれです。はい、そうですね、はい、これ、ティファのテーマはドラソラドって言ってるんですけど、これあの回文みたいに、はい、あの後ろから読んでも前から読んでもドラソラド、そうですね、はい、新聞紙的な、そうなんです。これが揺れ動くこの気持ち、行ったり来たりする、ちょっとティファってもどかしそうなあの表情するでしょ。しますね。ね、それがでも案外はっきり言わないじゃないですか。我慢したりこらえたりするのがティファのキャラクター性。これがでもふとした瞬間に揺れ動く気持ちが節々に表情に出たりする。その表情まで、リメイクでは絵に出てるからすごいよね。またね。出てましたね。ね、言わなくとも表情で、あ、今悲しんだのかなとか一瞬思う。あれがすごいんですけど、そのディテールがこの、回文のような、メロディーにまず出ている。それからこれ、あのメロディーの下で支えているベースラインっていうのがあるんですけど、はい、和音の一番下の音がずっとファなんです、はい、まあくしくもティファのファなんだけど、そうですね、それを考えたかどうか知らないそこまででも読んでしまいたくなるほどの、これがね、ずっとファなんです。へー、これだけ持続するって言うんですけど、あのずっとベースラインが変わらない曲ってなかなかなくて珍しくて、ずっとファだから何かをねじっと耐えたりで、いつもティファって表情変えないでけなげで、いつ見てもティファじゃないですか。あれがまたすごく頼りになるでしょ。でそういう感じのティファのね、辛抱強さとかそういうのがファがこう変わらないことで、これ変わると例えばなんかほらだいぶエモーショナルになる、変わりますね、でしょ。これがずっとファで下にいるから、なんか微妙な違いの表情はあるんだけど、でもずっと同じ顔をしているティファらしさっていうのがある。でこれがね、初めて変わるところが、ここなんです。ちょっとほろっと悲しくなって儚い感じになりましたね、一気に。そうなんです。で今まではドラソラドドラソラレ行っては帰ってきたのが、初めてドラソラドって上に行く時なんです。この時にわざと上に行く時に悲しい和音を当ててくる。これによってあんなに笑顔なのに内心は悲しいんだろうなとか、そのティファのキャラクターがこう出てるんですよ。これ深すぎますね。深すぎるでしょ。やばいんですよ。その解説聞いたらなんか今のメロディーがすごく愛おしく。そうなんです。ティファ自身、ティファそのものですよね。そうなんですよ。へえ。そしてエアリス、はいね、これエアリスのテーマの方は、ね、これおなじみの、はいはい、これが実はね、教会の戦法って言って、はい、昔からクラシック古代からずっとこう使われている、この教会戦法という宗教的な
和音を使ってるんですよ、はい、なのでどこかに我々の DNA 単位でその神聖なものとか教会で響き渡るとか、実際に教会にいるじゃないですか、ね、そうです ね, ね、はい、で花が咲いてたりさ、はい、で、そういうのを思い起こすっていうのはおそらく意識して上松さんお使いになったんじゃないかなって私は思うんですけど、この和音の種類が教会旋法というの、それからまずさっきのティファと違うところは、はい、明るい時に上に上がる、で暗い和音の時に下がってくる。これで、エアリスの天真爛漫さ、そして、正直な、悲しい時は悲しい、嫌な時は嫌だっていうあのキャラクター、これがちゃんとティファとは違って出てるんですよ。なるほど、ティファは戻ってきますもんね。そうなんです、ちょっとベースがあって、そうなんです。でもエアリスの上はこうストーンと喜怒哀楽を全部一つ一つ表現してくる。ティファの時は上がる時こそ悲しい音、エアリスの時はちゃんと下がってくる時に悲しい音、その違いがあるんですよ。なので今日はね、この2人の曲を、一緒にして、ちょっとメドレー風にしてですね、みんなどっちが好きみたいな感じでいいですねどっち派みたいな、たまらないですね。いいでしょ。じゃあちょっとその2人を思い浮かべながら聴いていただければと思います、はい、それでは2曲続けてお聴きいただきましょう。ティファのテーマ、エアリスのテーマ、メドレー形式でお聴きください。
エアリス派の方もティファン派の方も心ときめく2曲をありがとうございました。ありがとうございます。本当に美しいですよね。いや本当にでも解説伺ってから聞くと全然違う2曲だなって思いますね。そうなんですよ、はい、本当にあの劇中に出てゲーム中に出てくる時に聞き流すのとはまた違う。あ本当にこうやってでもそれを確かにどこかで皆さんね捉えていらっしゃると思うんですよね。キャラクターと一緒にこの音楽のディテールを、はい、これも本当に単純な好奇心なんですけど、こういう演奏される時って例えば2人の表情とか2人が出てきたシーンとかって清塚さん自身思い出しながら弾いたりするもんなんですか？めちゃめちゃ思い出しますね。そうなんですね、はい、ゲームシーンで、すごい思い出しながら演奏しますね。なんかやっぱりエアリスのところは本当に清塚さん自身も喜怒哀楽表現されるような、そうですね、エモーショナルな感じだったので、はい、エアリスはね今回のリメイクのエンディングらへんのね、ところを思い起こしながら弾いてましたよ。なるほど、はい、出てました。でありがとうございましたさあということで続いてファイナルファンタジー7からご紹介いただく曲は何でしょうか？はい、これねセフィロスのテーマ、あの片役の天使ですね。それから戦闘の戦う者たち、はい、今回リメイクではあの本当にものすごい曲数だったんでサントラも最高なんですけど、はい、あの戦闘シーンもねいろんな趣向を凝らして、いろんな戦闘シーンのアレンジを聴かせてもらったんですけど、まあでもあのリメイク前の原作の時のその戦闘のテーマ、やっぱりこの戦う者たちのファンは多いし、プロのミュージシャンでもこれあのレパートリー持ってるって人実はすごく多いんですよ、みんな大好きだから。そうなんですね、はい、まあ、回数でいうとやっぱ相当聞いてますもんねみんな。そうですね、戦いのテーマは。そうそう、それはね、戦った分だけ。そうなんです。でねこれ本当にあのリズムも鼓舞するようなタッ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 っていうね、映画でもよく使われるようなリズムでやってます、はい、うん、それから片役の天使はちょっとよりクラシックっぽい曲が、使われているので、やっぱりセフィロスのあの威厳というか恐ろしさ、おぞましさのようなものがやっぱりクラシックから来るなんか重さみたいのがあるんじゃないかなと思いますけどね。いやちょっと楽しみな、また心躍るような2曲を挙げていただきました、はい、これを今日はまたくっつけてメドレーでお送りいたします、はい、楽しみですね。で、まあ、せっかく戦闘シーンなんであの平岩さんのお家芸、あのリメイク版の戦闘シーンがね、あるようなんで今日生のこの実況プレイというのをそれに合わせてこれちょっと見せていただければなと思うんですけど。いやもうなんか演奏の前にするのはおこがましいんですけど。いやいやもうお互いの芸を見せ合って、はい、少しだけいいじゃあちょっと生で実況をもともとねそのプロ野球とかあの高校野球とかサッカーを実況したんですけど、はい、ちょっとスポーツ実況風に。そうか、これでも私もやったことないというか初めてなので。あ、e スポーツはやってるけど、はい、RPG の戦闘シーンに当てるのは初めて。ファイナルファンタジー、そうですね、 RPG っていうジャンルに含めてもないですねちょっと見物ですねこれね、はい、ちょっと見てみますよ。じゃあちょっと戦闘シーンご覧いただければと思いますさあ6番地区地下下水道からお送りしてまいります。まずはクラウドの強切りがここで炸裂。アプスおののきます。アプス一旦引いていきました。すでにご自慢の左の角は折れています。さあ戻ってきたが出てきた。ファイナルファンタジーといえばやはりこの召喚獣イフリート、地獄の火炎を突き刺していきます。炎弱点のアプス、これは苦しい。倒れ込んでいきました。クラウド、ティファ、エアリス、アプスを沈めました。いやー最高これいい、初めてやりました RPG。 いやでも初めてとは思えない、めちゃくちゃまとまってましたね。いやいやもう格ゲーに見えましたよ格ちょっとね、まあ、象徴的な、ね、イフリートも出てましたんでテンション高めにいきましたけど、でもやっぱりあのご自身がゲームが好きっていうのが大前提としてやっぱりすごい生きてますね。ああ技名、ね、はい、強切りとか、はい、イフリートとかねスラスラ出てくるっていうのがねやっぱりいいとこですね、まあ、そこはやっぱりもう正しくやっぱり、ね、しっかり世界観崩してはいけないので。いやーこれ面白いな。もう演奏前にとんでもないものをお見せいたしました、失礼いたしました。これご自身 の動画にもあるんでしょ、こういうのがたくさん。あ、こういうのはねたくさん、はい、あの出させていただいてるんで見に行きます、はい、ぜひまた実況させていただければと思いますさあということで、これからは熱い戦いの2曲を演奏していただきます。それでは2曲続けてお聴きいただきましょう。片翼の天使、戦う者たち、スペシャルメドレーでどうぞ。Thank you.
今まで聞いた中で一番もう一回リメイク遊びたくなりましたよかった戦いを思い出してでびっくりしたんですけど、はい、もう全然同じ楽器でも、はい、その叩く強さとか今この大きなグランドピアノ全体が揺れてたんですけど、全然前の2曲とは違いましたね。そうなんです。ピアノってね88件あるんですけど、昔からもうバッハ、ベートーベン、モーツァルト、みんなオーケストラとして使っていた楽器なんで、いろんな音が出せるんですよ。これちょっと清塚さんも汗にじんでますもんね。いやもう汗だくです。自身もね戦ってたような、はい、戦うものでした。迫力2曲お届けいただきましたさあ、ファイナルファンタジー7の世界から3つ挙げていただきましたけれども、今度は続いてのゲームに行きたいと思います。清塚信也が選ぶ音楽が最高なスクエニ作品、続いての作品はこちらです。ニーアオートマタでございます。2017年にリリースされたアクション RPG ニーアオートマタ。美しいグラフィックの世界を自由に探索できる本作は、ルートによって結末が変わるマルチエンディングを採用。そのやり込み要素が話題を呼び、ロングヒットを記録しました。アメリカで開催されたゲーム業界の功績を表彰する世界最大級のイベント、ザ・ゲームアワード2017ではベストスコアミュージックを受賞。ゲーム内の音楽が国境を越えて愛されていることを証明しました。ピアニストの清塚さんはニーア・オートマタの音楽をどのように分析してくれるのでしょうか。来ましたね、はい、もうよく名前を聞く。そうでしょ、みんなが最高だというあのゲームですね。まだプレイされてない。私実はしてなくて。でも、はい、みんなしてない方はどっかで、いつか絶対するぞって思ってる。もちろんです、はい、この作品はいつか必ず、はい、それぐらい評判がいいのは、うん、これ一つ音楽の良さも絶対あると思います。あ、そうなんですね。本当にねこの音楽も、はい、サントラをもう聞きながらプレイをしているかのような、そんな、すごく美しい音楽に囲まれたゲームになっております。まあ、それからオープンワールドのオープン性がすごく広いので、そういう意味で自分のプレイをカスタマイズできるというか、だから音楽を聴きながら、今日はちょっと音楽聴きながらゆっくり雑魚敵でも狩ろうかなとかそういうふうに、自分のプレイをカスタムできるような要素の高いゲームなんで、皆さん、ね、音楽への思い入れは強いと思います。そんなにこうストーリーに焦らなくてもいいというか。そうなんですよ。そこがね、でもね、あのサイドミッションとかも多すぎて、要素がもう遊べすぎて、メインミッション何だったっけかなってなっちゃう時もあるんですよ。終わりどころがね、わからない。まあ、いい意味でね続けてしまうゲームだと思うんですけど、はい、ちょっとまたファイナルファンタジーとは世界観も異なりますよね、うん、そうなんです、ね、それやっぱ音楽にも反映されてたりするんですか。はい、だいぶで、あの歌物も多いし、結構こうアニメっぽいというかね、そういうアニメっぽい音楽っていう感じも多いですね。またボーカルが入ることで随分変わりますもんね。そうですね、人の声が入るっていうのはでも結構難しいんですけどね。やっぱりゲーム中にもやっぱりその声優さんの声も入っていらっしゃるし、そういうのもあるので、人の声音楽に使うと結構かぶっちゃったりするのは難しいんですけど、でもうまく本当にね、どこ切り取っても絵になる美しいゲームなんですよ、はい、それからね、ゲームのシステム的にもすごい画期的。あれ RPG 始めたのにと思ったらいきなりシューティングゲームだったりして、はい、いやすごいね、本当にあの意表をついてくるゲームっていう感じですね。とにかくまだの人はプレイしなければいけないっていう、やってください、すべき一本ですね。これでもニュース作ってください。そうですね、ちょっとニーアオートマタニュースを、いっぱい作れそう、作らせてねいただきたいと思いますけども、はい、そんなニーアオートマタから紹介いただける曲はどんな曲なんでしょうか。はい、エンディングテーマはエンディングで、ね、流れる曲なんですけど、 Weight of the World っていう曲ね、これが本当にいい曲で、でまあいろんなことがあって、まあこうネタバレになるか言えないんだけど、エンディングを迎えるんですけど、これねものすごいおびただしいほどエンディングいっぱいあるんですこのゲーム、はい、またそれもたくさんあるわけですね。そうなんです、何周もしてようやく見れるものあるし、で、まあ私はあの、共通点ある人は分かってくれるから言うと、あのクレジットを打たなきゃいけないエンディングまで行ったんですけど、分かんないでしょそのうち分かると、クレジットを打たなければ、はい、そうそう、最後のね、はい、エンドクレジットを流れてくるじゃん、はいはい、あの名前を打たなきゃいけないエンディングっていうのがあるんですよ、はい、うん、まあそこまでやるんですけど、まあそういうエンディングまであって、その時にあの最後まで見ると、まあ、衝撃の結末だったりして、でそれを全部こう包んでくれるかのようにこの歌が流れる。この歌がねまたね、ちょっと破滅的な大敗的なところも表現しつつ、美しさ
なんかほら廃墟とかって美しく見えたりするでしょ。あ、そうですね、間違えるとね、そういうところ分かるでしょ、はい、そういう感覚なんで、そういうなんか美しさがある曲なんですよね。あの、本来だとボーカルが入ってる一曲ということなんですけど、はい、今回ピアノアレンジでされるというところで、どんなところがポイントになるんですかね。はい、やっぱりそのボーカルラインっていうのを浮き立たせ、でなおかつ、ダイナミックに構成するっていうのをピアノならではできるっていうのを見せたいなと思っております。はい、それでは清塚さんによる Way of the World、 美しくも儚い旋律お聴きください。今の一曲聴いてもう今日からやりますやりたくなりましたエンディングまで行けば聴けるから。いや、そうですよね、そこまで行かないと。でも本当に最近音楽がいいから、スクエニーの作品は特にサントラ先に入れてから、あのプレイするっていうのも面白いですよ。その順番はありなんですか。あり、めちゃくちゃあり。あ、ここでこの曲流れんだっていう感動もあるんで、ぜひおすすめ。ちょっとじゃあ帰り聴きながら、はい、帰ってプレイするといい、ちょっという順番でやらせていただきたいと思います。さあ、ということで、清塚信也が選ぶ音楽が最高なスクエニ作品、3つ目の作品に行きたいと思います。3つ目の作品、こちらです。
これはちょっと一つに絞れなかった佐賀シリーズでございます。シリーズで、はい。1989年に発売された魔界闘士佐賀の登場以来、およそ30年にわたって愛されている RPG 佐賀シリーズ。キャラクターのレベルによる成長をなくしたり、戦闘回数によって出現する敵の強さが変化するなど、オリジナリティあふれるゲームシステムで RPG の常識を覆しました。シリーズの累計出荷ダウンロード販売数は世界で1000万本を突破。清塚さんが一つに絞れないと嘆いてしまうほど、新作が発表されるたびにプレイヤーを虜にさせる名シリーズです。サガシリーズ、もうね、それもね、伊藤健二さん作曲家のが、お作りになったサガシリーズの曲、これがね、私はもう本当に大好きで、まあ、伊藤健さんと呼ばせてもらってるんですけども、はい、ゲームファンから伊藤健の愛称で親しまれる作曲家伊藤健二さん。シリーズ2作目のサガ2秘宝伝説からサガシリーズの音楽を担当。特にバトルシーンで展開される個性的で力強いメロディーは伊藤健節と呼ばれ、サガシリーズの象徴となっています。もうサガシリーズ、サガはおやりになってないですか？いや、実はやってないんですよ。あら、まあ、本当申し訳ないですが、はい、いいな、これからできるんだ。そうなんですよ、シリーズね、たくさんありますので。 いいですよ、はい。ね、私がね、まあ、今日ね、時間も限られてるんで長く喋れないから言うとしたら、サガフロンティアが実は大好きで、はい、もうね、このシリーズの曲もまた良かったし、サガフロンティアのゲーム自体もね、すごく良くて、それまでの、スクエニにやっぱりない作品、っていうね、その素晴らしさがこのサガシリーズにはまたあるんですね。どんなところがその今までないところだったんですか？あのね、すごい、バトルも、こうやっててひらめくんですよ、技を。レベルが上がって覚えるとかじゃなくて、強い敵に立ち向かっている最中に、この頭の上にチョンってね、あの電球マークが出て、で、あ、ひらめいたっていうんで技が出るんですよ。もうそのひらめいた時ね、もうコンクール1位の時より嬉しかった。いや、それはちょっと、でもそのぐらいビビッとくるわけですね。そう、あとは仲間同士がうまくいくと連携するんです。お、技と技が重なり合って、連携になってさらに威力が増す。で、世界観もね、独特で、これはもうちょっと形容するのが難しいですけど、本当にサガフロンティアの中ではね、生命科学研究所だったかな、っていうところがあってね、これがね、怖いんだけどまた怪しい雰囲気が良くてね、すごいね、サガシリーズは絶妙な美的感覚を持っている、そんなシリーズです。そのひらめきシステムを含めてね、なんかこう予想外のことがバトル中に起きるっていうのは面白いですよね。そうなんですよ、そこがポイントなんですね。で、サガシリーズといえば、その熱いバトル音楽が人気なんですけれども、先ほどお名前も上がりました伊藤健さんこと伊藤健二さん、とにかくね、あの清塚さんも素晴らしいとおっしゃってましたが、どんなところが伊藤健さんは？もう本当語り尽くせないな、5時間ぐらいいただいていいですか？5時間ギュッとまとめていただけるとありがたいですけど、伊藤健さんのね、曲、まあ、佐賀自体が曲数半端ないんですよ。すごい一作品に対して曲数がものすごいあって、で、それがもうね、テクノからクラシックからもうジャズから、もう全部ありとあらゆる地球上の音楽ジャンル全部あるんじゃないかってぐらい、もう音楽の図書館みたいになってる、それぐらいいろんなジャンル多岐にわたって作曲なさる、それがまたバシッとハマってるんですよね。で、なおかつね、今日はそのサガシーズンも好きっていう方が多いバトル曲ね、このバトル曲をメドレーに、ちょっとしてきたんですが、こちらね、リバース2かなっていう、アルバムがあるんですが、はい、そちらにバトルメドレーっていうのがあるんですね、うん、それをちょっと参考に、作ってきたんですけど、このバトルのね、曲っていうのは本当に良くて、で、バトルの曲ってやっぱり鼓舞するように、はい、激しくてリズミカルなのが多い。例えばね、バトルっぽいでしょ、はい、ね、こういうのが多いんですけど、だからリズムとか、うん、そういう躍動感で攻めてくる曲が多い中、伊藤健さんのバトル曲はものすごいロマンティックなんです。これ実はメロディーが、ゆっくり弾くとバラードとして成立してるぐらい甘くて切なくて美しいんです。ちょっとバラード風にするよ、はい、
もう普通にいい曲でしょ。なんかヒロインの悲しい過去を偶然暴いてしまったシーンじゃないんですね、これ。あ、もうそういう感じでしょ。いや、そういう感じ。これが戦闘に使われてるんですよ。だから皆さん好きっておっしゃるんだけど、このバトル曲はただのバトル曲じゃなくて、こうやってメロディーに切なさや哀愁、そういったものが含まれてるから、もう感情移入しやすい、メロディー自体が物語をこう物語っているんですよ。だからそういうバトル曲ってなかなか作れないので、さすが世界の伊藤健さんですね。いやー、ということでそのバトル曲をメドレーで披露していただけるということです。はい、それでは皆さんも戦いのシーン思い出しながら聴いていただければと思います。佐賀バトルメドレーです、どうぞ。
きいただきましたけども、なんかちょっとやっぱバトル系の時にこう今いろいろお話しさせていただいて、なんかこう共通点もあって距離感縮むなと思うんですけど、一気になんか誰かが憑依したようでなんかこう恐ろしく感じるところがあるんですけど、そういう感覚ってあるんですか？まあそうですね、やっぱりスイッチ入るんでしょうね。自分では別に何もしてるわけじゃないんですけど、でもやっぱりこうゲームから、ゲームのバトルシーンってあるじゃないですか。例えばセフィロスにしてもサガにしても、そのバトルシーンを呼び起こすというか、やっぱそこが自分に入ってくるっていう感覚はあるので、より普通の曲弾くよりもそういう感覚は強いかもしれないです。なんかちょっと本当に急に別人のなんかを見るので近くでなんかその変貌ぶりがすごく面白いです、ね、いやでもきっと平川さんもあのニュースやってる時、はい、違うスイッチ入ってると思いますよ。ニュースの時そんな入ってないから実況の時とかやっぱりありますね。もう試合にも入り込んじゃってっていうのは、まあ、あるかもしれないですけどね。いや本当に素晴らしい演奏、お聞きいただきました。本当にまだまだ後半冷めやらぬという感じなんですけども、そろそろお時間が、はい、来てしまったということで、はい、残念なんですけれど、まだねちょっとご覧になってる方もあと少しだけちょっといい音をいい演奏を聞きたいなというのがあるんですけど、もし可能であれば何か。いやもうね今日は本当に苦しかったんですよ、はい、もうスクエニさんのね作品で弾きたい曲がありすぎてさ、もうこれでも絞ってるわけですよ。そうですね、絞りに絞って選んでいただいた3つのゲーム、その中からの曲だったんです。そうなんです、ね、ゲーム自体も絞ってるし、だから視聴者の方もねきっと思い入れの強い方が多いから、なんだあれ弾かねえんだよとか、お分かってねえなって思ってると思うんだけど、まあ本当にねこの限られた時間で苦しかった。だからもう最後に一つ爪痕残すとしたらザナルカンドにてかな。いやー爪痕深いですねもうねとりあえずこれ弾いとかないとなっていう思いもあって、やっぱりピアノのためにこれ作られたんじゃないかなって思ってるぐらい。あ、そうなんですか。本当にピアノにマッチする曲なんですよ。だからこれを、まあ、本当に名残惜しいんですけどね、まだあともう何百何千と弾きたい曲あるんですが、今日はこれで締めくくりたいかなと思います。最高の一曲をお願いしてみるもんですねやっぱりねということでアンコールとして、弾いていただきます。ファイナルファンタジー10からザナルカンドにて。ということでアンコールで
演奏していただきましたけども、本当すべてのファイナルファンタジーファンを代表してありがとうございました。こちらこそ。素敵な曲を届けて最後の最後にいただきました。むしろ私はファイナルファンタジーにありがとうございました。やっぱり聞くと本当にどのゲームもそうですけど、プレイしたくなりますね。そうでしょう。やっぱり音楽ってまたそうなるんですよ。香りのように漂うと、なんかいろんなシーンがね、こうで、そこをそのシーンでまた聞きたいなっていう思いがね、今日見てる方もたくさんそんなゲームがまた出てきたと思いますんで、今日ねここまで名残惜しいんですが、また皆さんもゲームの中でそんな音楽と出会っていただければなというふうに思います。本日は清塚さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは本当に名残惜しいんですが、お別れの時間となります。皆さん今後も良きゲームライフをお送りください。それではさようなら。ゲーム音楽が呼び覚ます記憶の中のワンシーン、皆さんの心にもあの名場面は映し出されましたか？一つ一つの楽曲に込められたストーリーに目を向けてみると、そのメロディーはより一層特別なものに聞こえてきました。私たちはこれからどんなゲームと出会い、どんな音楽と一緒に物語を紡いでいくのでしょうか。ピアニスト清塚信也が奏でるゲーム音楽の世界、またどこかでお会いしましょう。